トマトの冷製スープを作ります。トマト中1個、にんにく1/2片、塩1つまみ、鶏ガラスープの素小さじ4分の1、オリーブオイル大さじ1、30回程度ブンブン引っ張ります。器に移し、乾燥パセリと黒胡椒を散らして完成です。